ここからですね、あの地下鉄の方に行きます。まあ、バスで帰った方が安いのかすごい考えるんですけど、どれが安いのか。まあ、自転車で帰ると結局自転車のレンタル代とこのとこ構えて途中で何か飲んだりし余計高くつきそうですね。地下鉄が一番安そうですね。まあ、そういうことを考えながらですね、安く生活するために、中国で生活してます。一応ですね、ここチーバオという場所ですね。これあの7つの宝なんですけども、この辺まああの古い町並みがあって今日行かないですけども、あの観光できるようになってます。ここの場所ですね、どこにあるかというと、これ上海のまあ中心地とかにある、まあ、仁安寺、西安寺ですね。あと外滩の夜景の見える場所がここですね。これ中心地だとしたらですね、ずっとこっち、左の方のちょっと南ですね、ここですね、地下鉄の9号線っていうので、これずっとこう中心地まで行きます。まあ、ここまで行くと4号線でこうぐるっと回れるんで、あのいろんなところ行きやすくなると思います。まあ、このまま行ってもこの9号線シュージャーホイとかですね、あと、マータンルーですね。マータンルーっていうと、もうこれすぐそこ新天地ですね、新天地とかあったりですね。あと、まあ正規大道でも行けるんですね、プートンのルージャーズイのすぐ近くです。あとこれあの偽物市場ある科学技術館ですね。まあそんな感じのところ、この辺ちょっと分かんないんですけど、あとここはあのガンダムのある、あのあれ なんとかっていう、あの三井不動産がやってるショッピングモールですね、ララポート、ここにありますね。まあ、こんな感じで9号線っていうのがこう走ってます。一番9号線のこのチーバーからもっと端っこ行くとですね、松江南道で南駅がありますね。まあこんな感じであります。まあこの辺ですね、ブートのこっち側で多分皆さんあんまり知らんし、私も全然知らないんですけど、もし撮影行ってほしいっていう興味があればコメント欄書いてください。前言ったんですけど誰もなかったんで、まああったら行きます、なかったら行かないです。でもちょっとこっち行くのめんどくさいんで、でも多分この辺知ってる日本人の人少ないんじゃないかなと思って、まあ思ってますね。まああとこのバオシャンもそうですよね、あんまり私行ったことないんですけども、そんな感じでこれ安全検査通ります。これほとんど引っかかることないですね。たまに水入れてると何か言われる時あるんですけどね。これで改札を通ります。ちゃんとこれ改札通らないとですね、なんかたまに下からくぐってる人いるんですけども、犯罪になります。9号線ですね、乗っていきたいと思います。こっちでええのかな、こっちですね、こっちです。チーバオですね、7つの宝、なかなかいい名前ですね、7つの宝。電車の中は結構エアコン効いてますね。ここでですね、ちょっと乗り換えます。今日はこの後ちょっと用事があって、4号線の駅ですね、行かないといけないので、イーシャンドーです、ここで乗り換えます。
3、4号線向こうって書いてますね。どこからでも行けそうな気がするけど、一応書いてる通りに行こう。あ、でもあれか、これのつながりがあるから、ちょっと離れてるから書いてる通りに素直に行った方が良さそうですね。違うところから行ったらまた戻らないといけないと面倒くさいことになるんで。結構歩かないといけなかったような気がするんです。後ろに戻らないといけない。まあ改札出なくていいはずなんですよね。そのまま改札の中で乗り換えはできるんですけど。エアコンが効いてるんで快適です。なんかグリコのお菓子、あれ美味しそうですね、あの箱のやつ。ですね、3、4号線。あ、これちょっと後で写真撮って、コミュニティに載せますけど、前もこれ見たんですけど、ここの壁のところの絵ですね。これはもともと広告募集してるけど、広告が入らないから、スポンサーがないからこういう風にやってると思うんですけど、上海のこの絵がですね、飾ってあってすごい綺麗です。これバックからこう光が出てるからですかね。ちょっと反対から人が歩いてくるのでちょっと歩きにくいんですけども、こんな感じでですね、上海の絵ですね。これ万博のとこのあれですね、中国館です。これ長風公園、チャンファンゴン園、チャンファンゴン園、これ武漢だろうですね。あとこれ地下鉄ですね、ダーバイジシュソン、シュジャンか。もうここどこやろ、これロンバイのところへんじゃないか。なんか地上走ってて周りになんか花が咲いてますね。ここは本校のサッカー場のとこですね、老人公園の横のとこですね。でここはレンファール、レンファールのところ、これ4円ですね。まあこんな風になっててですね、すごい綺麗になってます。これ広告よりこっちの方がいいけど、これだけやとお金が入ってこないから、ここの会社やってられないですよね。まあ、こんな感じでですね、今から4号線3号線の方に行ってみます。結構歩かないといけないです。私のこの動画はですね、動画のクオリティとしてはめちゃめちゃ低いんですけども、これ一応ですね、ここにも絵があるわ。これ別に報道やってるわけじゃないです。報道っていうと結構あれなんで、チャンシュールの駅ですね、これ。報道じゃなくて、これあくまで芸術作品を作ってます。映像クリエイターとして芸術的な絵をですね伝えてます。だからまあまあこういう芸術に関係したこともちょっと今日伝えとこうかなと。あ、こっちにも絵があります。これもいいですね、綺麗です。これさっきと一緒か。でも4円、
4円の駅ですね。リンファール、まあ、地下鉄の駅なんで地下鉄の駅を映してるんですね。まあ当たり前ですよね。これサッカー場のとこ、ダーバイシューちゃん、 どこやろ、なんかあんまはっきり知らないんですけど、ここはチャンシュールですね。ここはここにはすぐ近くに駅あんのかな。まあムカンダーロですね。長風公園で、万博のとこですね。まあこんな感じで絵が飾ってあります。まだまだ先ですね。長いなこれ。まあ私これ撮影しながらですけど、別にカメラの映してる画面全然見てないですからね。歩いててそんな危なくはないです。でもスマホ見ながら本当ずっと歩いてる人かなり危ないと思うんですけどね。5号線乗り換えです。まあちょっとこれせっかくなんで車窓からの映像も撮りましょうか。特別に感じでですね、支配のこっちですね、中山公園駅。あと1分36秒後に電車来ますね。あれですね、ここ9号線の駅なんで3、4号線とちょっと離れてるんですね。3号線と4号線も正確に言うとちょっと離れてるんですけど、こっから線路が一緒になるんですけども、向こうからちょっと離れてるんですね。この辺えらい混んでるな。地下走るんですけども、途中から地上に出ていくはずです。まあ、この4号線は大阪環状線とか山手 線みたいですね、ぐるぐる回ってます。地上に今から出ていきます。これは多分3号線の電車ですかね。途中からこの3号線と線路が交わるはずです。この辺の家もうなんか取り壊すような感じですね。なんか誰も住んでないんですけど、取り壊すんかな、それか改装ですかね。モンチャオルーの駅のところですね。次、延安シールですね。次は
ランシールですね。次は、ジョンシャン公園、中山公園ですね。ここはライフシーのショッピングモールですね。内側の扉にホームがありますね。さっきまで反対だったんですけどね。結構人おるなこれ。降りる人を優先してほしいですよね。ぐちゃぐちゃなるんで、もうみんな無理やり乗ってくる時あるんで、まあさっきはまだマシでしたけど。ということでですね、まあ向こうはあれロンジモンショッピングモールですね。またショッピングモールシリーズ撮っていきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。